日本徳島県鳴門市大麻町萩原大麻町、萩原は徳島県鳴門市の大技。郵便番号は郵便番号779-0221。人口は779人、世帯数は306世帯。鳴門市の西部に位置。東は大麻町、池ヶ谷、西から北は大麻町、坂東、南は大麻町、三股及び大麻町川崎に接する。 町内会は、萩原と萩原団地に分かれ、団地以外は農業地域。北は山地、中央部は複合洗浄地、南は水田地帯で、北方の谷間には農業用ため池が発達している。また、水田地帯では農業用水堀も発達している。徳島県道12号なると池田線のバイパスが東西に貫通し、その南側を並行して、 JR 高徳線が通り、さらにその南側を主要地方道の旧道が東西に通る。また、萩原の生端近くを徳島県道41号徳島北灘線が南北に通る。日戸の谷川も萩原の生端近くを南流し、洪水時には平野部は道川の流水地帯となる。江戸期から明治22年にかけては坂東郡及び板野郡の村であった。 漢文4年より、板野郡に属す。明治22年に、同郡、坂東村の大技となった。大正4年11月より、坂東町の大技となる。昭和34年4月に、坂東町と堀江町が合併し、大魔町が誕生し、同町の大技となる。昭和42年に大魔町が、鳴門市に編入され、現在の鳴門市の大技となる。ありがとうございます。